心のシグナルは青に変わりました。入場してまいります。答えろ。特別試合シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー190ポンド鈴木小太郎。赤コーナー230ポンド菊池剛。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。抱えます。ストマックへの攻撃であります。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。掴んだ。パンチを打ち込んでまいります。組みに行きます。パンチで返します。ソバットを放ちます。エルボー、腕を捉えます。あっとエルボー。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ロープに振った。このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。コーナーに振って。この菊池剛、最近では悪役紹介でのコミカルな部分がクローズアップされがちではありますが、この男もともとは大学時代アマチュアレスリングでインカレ優勝という輝かしい実績を誇ります。それゆえこの菊池、レスリングテクニックには欠けております。ロックアップ、逆に振り返して走り込んでのエルボー、ストンピングです。掴みます。肘を打ち込んでまいります。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。乾いた音が館内に響きます。強烈に締め上げてまいります。蹴りを見舞ってまいります。ボディースラムで叩きつけます。フロントからのキック、を振り下ろします。キックを打っていきます。打ち込んでまいります。ボディースラムで投げてまいります。腰を落とします。そのまま着地した。ランニングしたらエルボー、組み合います。させません。ドロップキックを放ってまいります。行くのか。逆に振り返した。切り返します。掴んだ。エルボーを入れていきます。蹴ってまいります。
抱えます。ドリラホールタイルドライバー、組みに行きます。正面から投げていった、足を決めていった、そのまま叩きつけていった、いけるか、ロープに振ってゼロサイン、ガジェット組み合った、ロープに飛ばした、仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、フロントキック、首根っこを掴んだ、エルボーを入れていく、エルボーを入れていく、腕を取った、エルボーを打ち込む、ガジェット組み合った、10分経過、10 minutes goよ。あっと、エルボー押さえ込んで耐えました、掴んだ、バックに回った、あっと逆に丸めていった、完璧にたどり着きました、抜くのか、つけていった、張った、もうレッドゾーン入ってますね、もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、張りてー、ブロックした、エビに固める、頭を掴んでヘッドでいった、抱き起こす、バックを立ってバット着地した、腰に手、バット耐えた、バット外した、蹴っていった、そのままゴムで叩きつけた、3つは入りません、エルボーを打ち込む、蹴り上げていく、エルボー強烈、残り試合時間5分、5ミリです、
異様な雰囲気が立ち込めてまいります。館内はボルテージ最高潮であります。強力なタッグが結成されました。今2つの魂が一つになってまいります。特別試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー215ポンド朝子悟る、230ポンド杉浦隆、赤コーナー230ポンドスコーピオン、230ポンドリチャードツインガー、リーダー。今ゴングが鳴りました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。蹴りを見舞ってまいります。フロントからのキック、ロックアップ、コーナーに振った、逆に切り返します。スイッチしてまいります。チョップが奪ってまいります。スーパートンで放っていった。あのね、選手っていうのは試合中は興奮してますから、ある程度痛みってのは感じないんですよ。でもね、試合終わってから今まで分かんなかったところが痛くなったりするんですよ。あ、そうなんですか。抱えます、蹴ってまいります、腰を落とします、肘を打ち込んでまいります、掴みます、ストマックへの攻撃であります、組み合います、コーナーに振ってハイキック、こっちに移行してまいります。ロープに逃れます。ダブルで放っていった。ダブルで放っていった。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いいですよ。キック攻撃を見舞ってまいります。ロープに飛ばした。あ、この辺り気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。腕をフックします。打たせません。顔面へのキックです。行くのか、ロープに振って、今体重がうまく乗ってますよね。いい投げ方です。はい、打っていきます。
ンマーを振り下ろします。組み合います。水車の要領で落としてまいります。鋭いキックです。組みに行きます。ロープに振った。キックを顔面を捉える。顔面ハイキック。足を抱えます。させません。ブレンバスターに取りは耐えます。簡単にはいきません。ここでタッチです。行くのか。パンチで返します。スーパーパンで払っていった。あっと顔面を踏みつけていく。ガジェット組み合った。この力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。強烈キック攻撃。蹴りをぶち込む。首根っこを掴んだ。ニーリフト強烈。掴んだ。エルボーの連打。ここでスイッチ。組み合った。ロープに振った。組み合った。バッと倒していった。さあこれは逃れることができるのか。これは決まってますよ。エルボーを入れていく。強烈ドロップキック。
そのまま耐え固め、トラースキック、喉元、組み合った、組み固めに持っていく、カウントタイム、組み合った、ボディスラムで投げつける、ロープブレイク、ロープブレイク、いけるか、ロープに振って膝へのドロップキック、ここでタッチだ、腕をフックした、膝を突き上げていった、エルボー強烈、ここでタッチだ、20分経過、20 minutes ball。 なんと、エルボー、パワーボール、投げ捨て、パゴを狙っていく、こすりてバット、固めていった、サイドを取った、フロントキック、ガジェット組み合った、ボディスラムで叩きつけた、足を殺していった、腕を回した、フロントキック、小脇に抱えた、後頭部が悲鳴を上げる、バックドロップ、起こした、あと DDT、 カバーした、そのまま締め上げる、ハンマーを振りかざす、固めていく、岩壁の腹、残り試合時間5分、5 minutes left、 組み合った、ロープに飛ばした、ジャンピングしてのエルボー、トップロープを狙う、
その声援に後押しされるかのように入場してまいります。さあ、戦慄のベイダータイムが始まるのか。皇帝戦士、ベイダーが入ってまいりました。特別試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー250ポンド川端騎士。赤コーナー370ポンドベイダー。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。ボディスラムです。組みに行きます。パンチで返します。行くのか、投げてまいります。組み合います。逆に振り返して、あっとそのままぶち当たっていった。掴みます。させません。チョップがうなってまいります。強烈に打ち込みます。ロックアップ、逆に振り返した。プロとして戦っているとね、どこかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、腰、膝、上げ出したらキリがないですけど、でも泣くことは言ってられないですからね。ああ、そうですよね。起こします。パンチを打ち込んでまいります。腕を回します。ストマックへの攻撃であります。ロックアップ、強烈に叩きつけてまいります。日本のレスリングというものをこえなく愛するこのベイダー、ノアのマットには俺のライバルがたくさんいる、だから俺はここを選んだと語るベイダー。最高のライバルたちと競り合うため、この男はノアを選んだのであります。こういう技なんですが、次の日ミミズバラになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。そうですね、危なかったですね。ラリアット、ものすごい頭突きを打ち込む。ガジェット組み合った。コーナーに振って、
強烈でしたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。ラリアット引き起こす。腕を回した。五臓六腑に染み渡る。強烈に叩きつける。ブレンバスター行くのか。そのまま叩きつけていった。ここは踏ん張るとこですね。そうですね。ここからは精神力の勝負ですよ。逆に振り返した。そのまま浴びせていった。カウントに転級。腕をフックした。打たせない。リバースで返した。肉体を躍動させ立たせていく。ラリアット後頭部。カウント入る。領域に一歩足を踏み入れる。その時男たちの胸には何がトライするのでありましょうか。特別試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。丸藤くん。青コーナー丸藤くん210ポンド小川吉田リー。205ポンド丸藤直美チー。丸藤くん赤コーナー230ポンド、マイケル・モレスト。モレスト。220ポンド、ドノバン・モーガン。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。おっとこれに受け身を取った。ストマックへの攻撃であります。ロックアップ。逆に振り返した。
バックからスリーパーに入ります。行くのか、投げてまいります。ねちっこい展開に移行してまいります。ここでタッチです。フロントからのキック、組みに行きます。返してまいります。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。こうやって倒れる時にね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを防ぎますからね。この辺が奥の深いところですよね。ああ、そのあたり注目して見てまいりたいと思います。ネックブリッカーと逆にバックリバー、簡単にはいきません。スイッチしてまいります。組み合います。フライングメイヤーで倒します。ドロップキックを放ってまいります。腕をフックします。今すごい角度でしたね。いやちょっと頭打ってるかもしれませんね。足を取ります。あーっと円錐切り、ストンピングを叩き込んでまいります。スイッチしてまいります。組み合います。ロープに来ました。掴んだ、ラフ殺法に転じます。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。顔面が歪みます。腕を回します。蹴ってまいります。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。蹴りを見舞ってまいります。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振り下ろします。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、コーナーに振った。させません。ここは戻ります。キックを打っていきます。ロープに振って、あーやっと、あっとパンチです。肘を打ち込んでまいります。入ります。腰を落とします。スリーパーで締め上げます。組みに行きます。顎を打ちつけていきます。行くのか、打たせません。に移行してまいります。掴みます。あっと目つぶし攻撃、10分経過、見えを懸命です。抱えます。 DDT コーナーに登って、ここは戻ります。落とします。掴んだ、ラフに転じる。
スタミナを使うんですよ。だから何回もホールされるときついですよ。スタミナをロスするわけですね。カウントは入る。掴んだ。ハンマーを振りかざす。チョップ強烈。おお、これは見上げたか。組み合った。逆に振り返した。ラケット投げ倒し。強烈タックル。いけるか。あっと返した。厳しい攻めを見せる。ローリングスパット。組み合った。すごい形相で締め上げていく。いけるか。コーナーに振った。させません。バックに回る。スリーパー落とすのか。トップロープを奪う。ミサイルキックが発射された。15分経過。15 minutes. トップキック強烈。ガジェット組は倒していった。決まり具合いかがですか。これは綺麗に決まってますよ。
いけるか、ロープに飛ばした、エルボー、抱えた、 DDT、 首根っこがへし曲がった。ここでスイッチ、腕をフックした、フロントから落としていった、引き起こす、危険な角度でしたよ。脳天粉砕か、ラリアット、ここでタッチだ、放っていくのか、選手の頑張りに。そうですね、ここからどっちが技を畳みかけるかですね。ちょっと好きで落としていった。残り試合時間5分、ファイブミネットです。体重を乗せたエルボー、ドロップキックが突き刺さる、ガジェット組み合った、かわず落とし、耐えました、ここでタッチだ、ラリアット、そのまま体固め、ロープブレイク、ロープブレイク、腕をフックした、一ノ木ドライバー、ローテン勝ち割ってか。残り試合時間3分、3ミリッツです。腕を回した、ネックブレイカーでロップ、カバーした、ロープブレイク、ロープブレイク、固めていく、岩壁の腹の胸に抱かれました、残り試合時間1分、ワンミネットです。決定宣言しました、 Here we go。 ノアの重戦車がキャタピラ全開であります。力王たけしが入ってまいりました。
ザー恐れを知らない爆弾男ノーフィア大森貴男が入ってまいりました。特別試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー290ポンド力尾武志、赤コーナー大森さん260ポンド大森高尾、打ち鳴らせ今ゴングだ。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、打ち込んでまいります。組み合います。逆に振り返してカウンターで返します。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。ボディスラムです。掴みます。ガードします。ライフトハンドのラリアット、腕を回します。させません。あのね、選手っていうのは試合中は興奮してますから、ある程度痛みってのを感じないんですよ。でもね、試合終わってから今まで分かんなかったところが痛くなったりするんですよ。あ、そうなんですか。行くのか。投げ技っていうのはね、あんまり受けるっていうことは好きじゃないけど、下手にこらえるのが一番危ないんですよ。だからある程度入ったら自分からためらわないで行っちゃった方がいいんですよね。その方がダメージを負わないわけですね。そういうことになりますね。フライングメイヤー、パンチを打ち込んでまいります。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。膝を狙ってまいります。取ります。巻き投げで切り返します。乾いた音が館内に響きます。パンチで返します。抱えます。いや、目まぐるしい展開ですね。互いに動きが止まりませんね。ロックアップ、投げてまいります。エルボー、行くのか。ロープに振った、返してまいります。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振り下ろします。フロントに捉えます。ベアハッグで締め上げていきます。掴んだ、クラシカルなエルボースマッシュ、ロックアップ。あ、この辺りでちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手としては非常に嫌なもんですよ。そうですよね。引き起こします。ハンマーを振り下ろします。腕をフックします。打たせません。振りほどきます。蹴ってまいります。腰を落とします。乾いた音が館内に響きます。対角線に飛ばした、キックで返します。こういった飛び込みなんですが、いかがですか？そうですね、高さがある分ダメージも増しますからね、きついですよ。そうですね、この後に一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。ええ、
ロープに飛ばした。タックルでぶちかまします。ランニングしたレッグブリーカー、やってまいります。耐えます。バッドリバースで返してまいります。起こしてまいります。組みに行きます。ロープに振ってショルダースルー、足を取ります。パンチで返します。やります。逆に振り返した、ストッピング、そのまま全体重を預けていった。対角線に飛ばした、ストッピングを叩き込む。10分経過、10メレッツゴー。ストッピング強烈、抱えた。バット逆に投げていった、パワーダブル投げ捨て。腕をフックした、フロントからのスープレックス、体を預ける。ここからは大技を 2,3 発持っていきたいですよね。
下克上を宣言してまいりました。この男、森島武が入場であります。あきとし、特別試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、あきとし255ポンド斉藤あきとし、あきとし。赤コーナー275ポンド森島武。あきとし、打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。掴みます、強烈に打ち込みます、抱えます、させません、リバースで返します。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか？そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね、まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。フロントからの締めを見せてまいります。パンチを打ち込んでまいります。組みに行きます、投げてまいります、ラフ殺法に転じます、掴んだ。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者との気合が充実していると見てよろしいでしょうか？そうですね、二人とも肌の色つやがいいですよね、これは調子がいい証拠だと思いますよ。ああそうですか。ローを打ってまいります、パンチで返します、組み合います、フロントからのヘッドロックに移行します、ハンマーを落としてまいります、力を取るのにノア下克上を宣言しております。この森島武、ノアの現状に体で風穴を分けんばかりの戦いを展開しております。この男狙うはノアの総帥三沢光晴の首でありましょうか。グーパンチです、ロックアップ、逆に投げてまいります、リング内に戻ります、リング下に降ります、リング内に戻ります、リング内に戻ります、蹴りをぶち込みます、キック攻撃を見舞ってまいります、掴みます、ハンマーを振り下ろします、行くのか、アメイジンダスト、顔面粉砕か、ノアだ、ストッピング強烈、フロントキック、抱えた、ブレーンバスターで投げつける、立たせていく、打たせない、あと耐えた、腕を回した、させません、外した、ブレインバスター行くのか、ブレインバスターで叩きつける、もう気持ちだけで打ってますよね。はい、裏投げに捉えた、ストバックに突き刺さった、ここは仕掛けていきたいですね、勝負どころですよ。はい、足を取った、足を殺していった、ローキック強烈、ブロックした、投げ合って投げ倒し、カバーした、
チョークスラムで叩きつける。領域に一歩足を踏み入れる。その時、男たちの胸には何が捉えているのでありましょうか。
特別試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。いけ、青コーナー250ポンド秋山純、200ポンド金丸義信、赤コーナー255ポンド三沢光春、230ポンド佐野拓馬、木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。掴みます、バックドロップの体、さあバックドロップだ、行くのか、フライングメイヤー、ねちっこい展開に移行してまいります。掴んだ、エルボーを入れていきます、足を狙ってまいります、膝を狙ってまいります、掴みます、バックを取ります。うわ、逆に起き上がった。僕もそうなんですけど、プロというのは常に強化感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。あ、なるほど、そうだったんですか。ここでタッチです、膝を殺してまいります、ダブルで放っていった、掴んだ、かち上げ式で打ってまいります、ハンマーを振り下ろします、蹴りを見舞ってまいります、投げてまいります、組み合います。あのね、こういう投げ技を見ると痛そうだなって感じると思うんですが、顎を引いてきちんと受け身を取ってますからね、そういうところをよく見てもらいたいですよね。なるほど、そのあたり注目してまいりたいと思います。キチンシンク胃袋攻めです、頸動脈を締め上げてまいります、蹴ってまいります、逆に投げてまいります、こういう技なんですが次の日耳ずばらになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ドロップキック、肘を打ち込んでまいります、キックを打っていきます、合体してのパワーバーン、組みに行きます、リング下に落とします、リング下に降ります、ソバットを放ちます、ロックアップ、さあこの辺りのサブミッション攻撃いかがですか？そうですね、こういう攻めは後々生きてきますからね、要注意ですよ。そうですね、リング内に戻ります、ロックアップ、ロープに飛ばした、そのまま後ろに投げてまいります、クラシカルな技を繰り出してまいります、ロープブレイクであります、
接を狙ってまいります。スイッチしてまいります。ああ、このあたり気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。行くのか、ロープに振った、ホイップしてまいります。掴みます、強烈に打ち込みます。10分経過、10メレッツゴー。エビに固めます。フロントからのキック、ドロップキックを見舞ってまいります。抱えます、ボディースラムで叩きつけます。こうやってね、1点を狙っていくのは効果的ですよ。あとあと効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。あっと、エルボー先頭、背面落としです。あっと、エルボードロップキックであります。組みに行きます、逆に振り返してランニングしたエルボー、メキシカン式の締めを見せてまいります。ロープに逃れます。いった、タイガードライバー、先頭を見舞ってまいります。抱えた、ボディスラムで叩きつけた。放っていくのか、無人島に着陸してしまった。腕を回した、あと耐えた、外した。
い形相で締め上げていく。抱き起こす。20分経過。腕を組みで回る。スモールパッケージ。トゥーカウント。
ここでゴングが乱打されます。特別試合シングルマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー270ポンド田植えアヒーラー、赤コーナー280ポンド高山よしひろ、さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ロックアップ、ボディースラム、バックからスリーパーに入ります。ロープに逃れます。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。ブロックします。掴んだ、膝を入れていきます。立ってまいります。抱えます。いいを突き上げます。なんていうんですかね、ここっていうのは強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうか、そういうことがないと上にはいけないですよね。ああそういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。組み合います。倒してまいります。館内がどよめきます。ガードします。行くのか、リング下に落とします。リング下に降ります。ノーフィアーの大砲、直径196センチを誇ります、この高山義弘。そのビッグフットから繰り出される規格外の膝蹴りと、2回いや3回から投げ落とさんばかりのジャーマンスープレックスは、まさに全レスラーの脅威の的であります。リング内に戻ります。組みに行きます。ロープに振った。腕をフックします。ブレーンバスターで投げ捨てます。ローを打ってまいります。フロントに捉えます。こういう投げ技っていうのは一見上半身の力でいく感じに見えるかもしれませんが、本当は下半身の力が非常に大切なんですよ。あなるほど、まさにスープレックスはへそで投げろって感じですね。はい、フロントに捉えます。フロントからのスープレックス、
立たせていく。テイトを打ち込む。打ち込む顔面。ストッピング。掴んだ。ストバックに突き刺さった。裏アキレスに持っていった。バックアウト。ジャーラー。領域に一歩足を踏み入れる。その時、男たちの胸には何がトライするのでありましょうか。よねー。特別試合タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー240ポンド池田大輔、
230ポンド、モハメド・ヨネー。ヨネー。赤コーナー、270ポンド、小橋健太。210ポンド、志賀健太郎。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。ねちっこい展開に移行してまいります。ロープに逃れます。組みに行きます。パンチで返します。掴んだ。乾いた音が館内に響きます。掴みます。強烈に打ち込みます。行くのか。ロープに振って DDT で繰り返します。腕をフックします。脳天砕きブレンバスター。キックを打ってまいります。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。ここでタッチです。抱えます。リバースで返してまいります。掴んだ。ストバックに突き刺さります。張ります。張ってまいります。さあ、この辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々生きてきますからね、要注意ですよ。そうですね。フライングメイヤー、絞り上げてまいります。ロープブレイクであります。掴みます。エルボー。掴みます。鋭いキックです。リストを固めてまいります。ロープに逃れます。キックを打っていきます。ロープに飛ばした。あっと、エルボー。腕ひしぎに取ります。ロープブレイクであります。スイッチしてまいります。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。パンチを打ち込んでまいります。フロントからのキック、抱えます。2位を突き上げます。スイッチしてまいります。打ち込んでまいります。投げてまいります。バックに回ります。おっと、これに受け身を取った。腕をフックします。打たせません。組み合います。ボディスラムです。キックです。逆に振り返した。ストバックへの攻撃であります。今すごい角度でしたね。いやー、ちょっと頭打ってるかもしれませんね。
打ち込んでまいります。させません。外してまいります。ここでタッチです。蹴りをぶち込みます。ロックアップ、倒してまいります。そのまま絞り上げます。張ります。組みに行きます。逆に振り返して10分経過、キックで返します。ニーアタック、回します。耐えます。振りほどきます。抱えます。2位を蹴り上げます。乾いた音が館内に響きます。アピールをしてまいります。棒を打ってまいります。こういう技なんですが、次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、ハンマーを落としてまいります。掴んだ。ストマックを狙ってまいります。行くのか。投げ技っていうのはね、あんまり受けるっていうことは好きじゃないけど、下手にこらえるのが一番危ないんですよ。だからある程度入ったら自分からためらわないで行っちゃった方がいいんですよね。その方がダメージを負わないわけですね。そういうことになりますね。足を抱えます。パンチで返します。キック攻撃を見舞ってまいります。ラフ殺法に転じます。組み合います。コーナーに振った。いけるか。あと鉄柵。リングに戻ります。エプロンサイドから投げていった。場外に降りる。
20分経過。20ミネットゴール。これは綺麗に決まってますよ。さあタッチ。つきました。
30分経過。30 minutes go。 奥歯を噛みしめた。させません。リバースで返した。岸壁の母の胸に抱かれました。いけるか。コブラの毒が回ってきたぞ。岸壁にたどり着きました。組み合った。逆にロープに振った。チョップ強烈。ここでスイッチ。ガチッと組み合った。バッと倒していった。膝十字に持っていった。耐えました。腰を落とす。危険な角度でしたよ。脳天粉砕か。回したよ回した。バーッて首が気持ち上がった。腕をフックした。後天を強烈に打ちましたね。脳天直下型か。カウント 2.5。 組み合った。締め上げていった。ハンマーを振りかざす。さあ腕しぎる体勢だ。ロープブレイク、ロープブレイク。ドロップキックが突き刺さる。一気にスパークするのか。ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい。トップロープを狙う。抱えた。スイングスキル DDT。いけるか。すごい形相で締め上げていく。足を狙っていった。ここでタッチだ。そのまま締め上げる。ハンマーパンチ強烈。首根っこを掴んだ。ミーリフト強烈。蹴り上げていく。張り手。リバースで切り返した。カウント2。返しました。アルゼンチンだ。背骨
ここでスイッチ。いけるか。ローリングクレイドル、回転ユリースがため、カウント3つは奪えない。グリレックを掴んだ。チョップの連打、腰を落とす。デスパレー、首をかっ切るのか。アーブロックで決めていった。青春の握り拳、相手かい、俺の力。キック、場外に移行した。掴んだ。強烈なショート、裏アキレス固めに移行する。リングに戻ります。さあタッチ、四球ウイングで固めていく。完璧にたどり着きました。ガジェット組み合った。コーナーに振った。雄たけびを上げた。